アンデスクイーンは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2019年ブリーダーズゴールドカップ、2019年レディスプレリュード、2020年エンプレス杯。馬名の由来はアンデス女王。2015年デーナカスターニャの2014として1000万円でクラブ募集された。2016年10月23日。 京都競馬場の2歳新馬でデビューし16着に、敗れる。2戦目からダートに矛先を変え、連続2着の後、4戦目の2歳未勝利で勝ち上がる。昇級後は5着、6着に入り3ヶ月の休養後、2着に、入る。自走、3歳以上品馬限定500万下を2馬審査で、解消する。自走、予定していた、インディアトロフィーを微出血で取り消し、 4ヶ月ぶりとなった、あたご特別を豪着。続く、3歳以上品馬限定1000万下を勝利し3勝目を上げる。その後、重賞のクイーン賞を格上挑戦で出走し、6着に敗れる。4歳初戦となった韓国馬ジ海杯は8着。梅田ステークスを6着とし、上鴨ステークスを半馬審査で勝利し、オープン馬となるが、高級。その後、 4戦手勝ち上がれず、高級5戦目に JBC レディスクラシックに格上挑戦士5着。花園ステークス5着の後、立志ステークスを一馬身一、4差で勝利する。5ヶ月ぶりとなった、小級戦をアシスステークスは7着。自走のブリリアントステークスを4着とし、スレープニルステークスで2着に入る。続く、名鉄杯は4着と着順を落とすが、 自走のブリーダーズゴールドカップを5番手追走から徐々に進出し、前年優勝馬プリンシアコメータを破り、半馬審査で優勝。重賞初制覇を遂げた。重賞連勝を狙って出走したレディスプレリュードは、中団から競馬をし、ファッショニスタとの叩き合いを頭させして、重賞連勝を飾った。自走は、JBC レディスクラシックではなく、敵距離の JBC クラシックを選択。 集団から競馬をするが8着と惨敗。自走のクイーン賞は一番人気に押されるが5着に敗れる。6歳となり TC 形状大阪月はマドラスチェックに花さ届かず2着に赤敗。クラブ規定により引退レースとなったエンプレス杯は2周目向正面から徐々にポジションを上げて最後の直線半ばで抜け出し一場身運差をつけ優勝。 優秀の美を飾った。3月18日に競争馬登録を抹消。引退後は、生まれ故郷の農山ファームで、繁殖品馬となる。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。アンデスクイーン、ヤビスサーチ、www.jbis.or.jp2021 年2月18日へ閲覧。 ブリーダーズ GC、アンデスクイーンが、重症発部位で、真夏のダート女王。サンスポーズバット、競馬。2021年2月18日閲覧。レディスプレリュード2019年10月3日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2021年2月18日閲覧。川崎、エンプレス杯。 アンデスクイーンが抜け出し優秀伸び飾る地方競馬レース結果競馬ニュース。netkeiba.com 2021年2月18日閲覧。JRA、エンプレス杯など重賞3賞のアンデスクイーンが引退繁殖入り競馬ニュース。netkeiba.com 2021年2月18日閲覧。競争成績。 全競争成績アンデスクイーン、ヤビスサーチ。www.jbis.or.jp。2021年2月19日閲覧。アンデスクイーンの競争成績、競争場データ。netkeiba.com。2021年2月19日閲覧。abc、アンデスクイーンの決闘データ。競馬ラボ。 2021年2月21日へ閲覧。ありがとうございます。